アガレスト。それは、光の神々の手によって封じられし、闇の神々を礎として創造された世界。その姿は一つにあらず、無限の可能性を秘めたるがゆえに、無限のごとく移ろい、あまたへと変じる。その一つを伝えよう。神々の代行者の一人として使わされた、虹の光を織りなすラルバ、イーリスと、彼女がカゴセし人の勇者、二人の間に育まれた愛の物語、そして、禁忌を破ったがゆえに引き起こされた無情なる仕打ちと、そこから生じた悲劇。鬼人の紡ぎし三つの羽衣は、乙女たちを導く。虹の剣を携えし勇者を助け。そして、そのソウルの系譜を絶やさぬために。魔物を操り、世界に憎悪を撒き散らし続ける、恐るべき魔人を打ち倒す、その時まで。虹の剣と鬼人の羽衣の伝説。今こそ、その真実を伝えよう。大丈夫か、ファルシア。大丈夫です。ここで迎え撃つ。どのみち、いつまでも逃げ切れるような相手じゃなさそうだしな。俺の後ろに隠れるんだ、ファルシア。援護の方、よろしく頼むよ。はい、勇者様。みんな、行くぞ。女は度胸です。行くぞ。てや。女は度胸です。やあ、俺が相手だ。てや。立ち止まってはいられない。とりあえずは片付いたか。お疲れ様です、勇者様。ファルシアの方こそ怪我はないか。へっちゃらです。だって勇者様が守ってくれたから。その勇者様って呼び方だけど、できたら控えてくれないかな。なんていうか、まだ名前負けしてる気がしてるんだ。らしいことをまだ一つもできちゃいないし。そんなことはないです。レインは立派な勇者様ですよ。鬼人の羽衣をまとう乙女の一人である私にはわかります。あなたは間違いなく勇者。その虹の剣でこの世界に平穏をもたらす、それを助けるのが私たち乙女なんですから。ファルシア。他の二人だってきっと同じように思ってます。だから胸を張っていてくださいね。そうだな。分かったよ、ファルシア。ありがとう。そんな、お礼なんて。それはそれとしてだ。
クンカは一体どこをほっつき歩いてるんだ。あいつがいきなり飛び出していったりするからこんな騒動になっているのに。何やら気になる匂いがするって鼻をひくつかせていたみたいですけど。まったく。大量大量あった。おりょ、どうしたの？クンカさん？脅かすんじゃない！まったく、一体どこへ行ってたんだよ。フルーツ取りに行ってただけだよ。いい匂いがプンプンしてたから。はい、これはお土産ね。しつこい連中だ。レイン、ここはクンカにお任せなのだ。え？クンカのせいでみんなに迷惑かけちゃったみたいだし、その分頑張るよ。おめえバンバンジー、そういうことなのだ。なんかいろいろと間違ってますけど。無茶だけはするなよクンカ。よい、蹴るのだ。行くよ。導いてくれ。剣術はすごいですね。にゃははは、照れるにゃん。ま、一応は侍の端くれってやつなのだ。剣術というよりどう見ても好き勝手に暴れてるだけに見えるんだけどな。ねえレイン、今ので許してくれる？ふにゃ、二度とあんな勝手なことはするなよ。分かってくれたのならそれでいい。さて、あとは別行動をとっているパニーニャと合流しないとな。大丈夫でしょうか。彼女は俺たちの中で一番実戦経験が豊富だ。
修行で魔物退治の旅をしていたそうだし。でも心配です。そうだな、用心に越したことはない。この森ちょびっとだけおかしいもんね。鳥も虫もじっと息を潜めているし、なんか嫌な感じ。下手に探し回るより森の出口に向かおう。何かあった時の打ち合わせ通りに。急ぎましょう。そんな待ち伏せしてるなんて。あいつが親玉みたいだね。さすがに手強そうなのだ。コチコチになっちゃってるのよ、ゆ、う、しゃ、さ、ま。な、あ、パニーニャ、ご無事だったんですね、パニーニャさん。もちろん、この通りピチピチしてるのよ。心配してくれてありがとね、パルシア。クンカは、ちゃんと反省すること。いいわね。ほーい。さ、これで乙女たちは全員集合したわよ。あとは勇者様の決断次第。俺の？ええ、そうよ。だって私たち乙女の役目は勇者に付き従ってその戦いを助けること。はい、私たちはそのために鬼人の羽衣を預かり、こうして一堂に集ったんですもの。レインが望むんだったら、クンカたちはどんな敵にだってひるんだりしないのだ。みんな、さあ示してちょうだい。レイン、私たち乙女があなたと共に進むべき道を。わかった。あのモンスターたちを倒そう。そしてこの森から脱出するんだ。はい、勇者様。これは…羽衣がピカピカ光ってるでござる。体が熱い。うん、ソウルは眩しく輝いて燃えている。これが鬼人の羽衣と選ばれし乙女たちの秘めたる力。受け取ってください、勇者様。私たち乙女のソウルを、この輝きのすべてを虹の剣に込めて、あなたの中に受け入れて、力に変えて一緒に戦うのだ。うおぉ、暴れちゃうぞ。頑張ります。任せろ。受けてみろ。行くでござる。あら、もうおしまい？早いのね。
ろ、みんな俺たちが勝ったんだ。疲れたのだ。大丈夫かみんな。平気、心配しなくても、多分原因は分かってるし。羽衣の制御がうまくできなくて過剰に消耗しちゃったみたいで、その反動が一気に気持ちだけで突っ走っちゃったでござるのだ。笑い事じゃないだろう。みんな本当に大丈夫なのか。慣れの問題だから本当に平気よ。ちょっと休めば回復するわ。よかった。だけど無茶をしたことは事実ね。以後気をつけていかないと。魔人のところへたどり着くまでにバテちゃったら笑えないのだ。まだまだ修行が必要ですね。心身を鍛えてソウルの力を高めて、サイクロナイズを行うことでより高い同調ができるようにしないと。善と多難ね。しんどいにゃん。みんなだけに苦労はさせないさ。もっと虹の剣を使いこなせるように一から鍛え直すつもりで俺も励むよ。虹の剣と鬼人の羽衣は互いに高め合って力を発揮するんだ。乙女のみんなが勇者の俺を支えてくれているように、俺もみんなの支えになってみせるよ。だから一緒に頑張ろう。勇者様。デイン偉い。期待しちゃうわよ勇者様。ふそうね。ああ。